こんにちは。一生太らない食トレーニング研究所所長管理栄養士の木下智恵です。今日はオイシックスさんからキットオイシックスを送っていただきましたので、久しぶりにキットオイシックス20分で作れるかチャレンジしてみたいと思います。今日送っていただいたのは鶏と野菜のグリーンカレーです。では早速準備をして20分タイマーセットしていきます。はい、では準備が整いましたので、キットオイシックス鶏肉と野菜のグリーンカレー20分で作れるかチャレンジしていきます。ではタイマーを20分スタートします。はい、まずこのレシピを見ながら作っていきます。パプリカは1センチのくし形に切るということで、くし形に切っていきます。種も取ってあるのでね、すぐに切れちゃいます。はい、でかぼちゃは一口大、はい、ナスは一口大の乱切り、切り物が完成しました。ちょっと切るところの動画を撮るのを忘れてしまいましたが、パプリカは1センチのくし形、かぼちゃは一口大、ナスは一口大の乱切り、完成しました。あと16分です。でフライパンに油を入れます。油は大さじ1杯、これはきっとオイシックスに含まれてないので家にあるものを用意しました。すべての材料と鶏肉を加えるということなので入れていきます。鶏肉はこんな感じで真空パックされています。はい、じゃあこのまま一口大に切られているので入れちゃいます。よし、そしたら中火で2分焼いていきます。はい、2分経ったので塩コショウ、これもきっとオイシックスには含まれてないのでお家にあるものを使います。で塩コショウをしたら一旦火を止めて、鶏肉を裏返すということだったので鶏肉を裏返していきます。はい、鶏肉を裏返したらカレーペーストを加えます。グリーンカレーソース濃縮タイプと書かれています。はい、で、あとはこれもきっとオイシックスには含まれていませんが、牛乳 100ml、 お家にあったものを入れます。そして再び中火にかけていきます。で時々かき混ぜながら蓋をして、6分煮込んで鶏肉に火が通ったら完成です。はい、じゃあちょっとかき混ぜて蓋をしてまだ10分あるので20分以内にできそうです。はい、3分経ってと思います。まだちょっと鶏肉には火が通ってないようです。
はい、6分蓋をして加熱したので、ちょっと様子を見ていきたいと思います。鶏肉に火が通っていれば OK なので、ちょっと鶏肉の中を見てみたいと思います。まだちょっと鶏肉に火が通っていないようなので、あと2分加熱していきたいと思います。あと20分まで、3分です。ギリギリできるかなっていう感じです。ではこの間に先に炊いておいたターメリックライスを盛り付けておきたいと思います。はい、いつもご飯は 150g なんで 150g 測りたいと思います。はい、ご飯の盛り付け完了しました。あと43秒です。はい。で、追加の2分終わりましたので、と見ていきたいと思います。もう多分大丈夫だと思いますが。はい。では、ご飯に盛り付けていきます。あと10秒です。やばい。20分になっちゃいます。20分ちょっと過ぎちゃいましたが、なんとかきっとオイシックス鶏肉と野菜のグリーンカレー完成しました。美味しそう。はい、きっとオイシックス20分チャレンジ終わりました。ちょっと20分超えちゃいましたが、美味しくカレーが出来上がりましたので、今から試食をしていきます。いただきます。辛さがちょうどいい感じです。20分で作ったカレーという感じではありません。20分でとても美味しい鶏肉と野菜のグリーンカレー出来上がっちゃいます。皆さんぜひきっとオイシックス試してみてくださいね。きっとオイシックス20分チャレンジ、鶏肉と野菜のグリーンカレー作ってみました。作ってみたい、食べてみたい、美味しそうと思った方はいいねボタンを押してお知らせくださいね。食トレーニング研究所 YouTube チャンネルでは、一生太らないためのレシピやコツを紹介しています。見逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。取り上げてほしいテーマがある方はぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお目にかかれることを楽しみにしています。